フロレンティーノ・ペレス、フロレンティーノ・ペレス・ロドリゲス、フローレンティーノ・ペレス・ロドリゲス、1947年3月8日隊は、スペイン・マドリード出身の実業家、レアル・マドリードのソシオであり、会長を務めている、ACS の経営者であり、ドラガドス社との経営統合により、スペイン最大、ヨーロッパで、第3位の建設会社グループに作り上げた。1994年、 レアルマドリードの会長戦に初めて出馬するもラモン面ンドーサに敗れた。2000年、借金の生産とルイス・フィーゴの獲得を公約に掲げて、レアルマドリードの会長戦に再び立候補、当選した。ペレスは古くなった練習場の土地を地方自治体に売却することで、借金を生産、さらにライバルである FC バルセロナからフィーゴの獲得にも成功。 毎年一人ビッグネームを獲得することを宣言し、2001年にはジネディーヌ・ジダン、2002年にロナウド、2003年にデビッド・ベッカムを獲得、銀河系軍団。そうすることで、認知度が上がったレアル・マドリードは、シーズン終了後に世界中をめぐって親善試合を行った。また、試合のみならず、日本ではテレビ番組やイベント、CM などにも出演した。しかし、 結果的にそのツアーによって収益は得たものの、次シーズンへの準備期間が削られることとなり、コンディションが良くないままシーズンが始まることとなった。その他にも、選手間の給与格差や、守備軽視などの問題も起こり、徐々に、クラブはバランスを崩していった。2006年2月に UEFA、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の、アーセナル FC セントリガエスパニョーラにおける。 RCD マジョルカ戦での連敗により2期連続の無冠が濃厚となったため、ペレスは責任を取る形で会長職を辞任した。2009年、ラモンカルデロンが会長職を辞した後、再び会長選挙に立候補した。ペレスの他にも3人の候補者が出ると見られていたが、結局候補者はペレス1人であったため再び会長に返り咲いた。 前年多くのタイトルを獲得したバルセロナに対抗するべく、カカ、クリスティアーノ・ロナウド、シャビア・ロンソ、カリム・ベンゼマラビッグネームを再び獲得。この年補強に費やした金額は2億5000万ユーロにも上った。2010年、クラブの象徴的な存在であったラウルをシャルケ・レイヨンへ放出した。これに伴いクラブのエースナンバー7はクリスティアーノ・ロナウドに継承された。 2013年に、クラブの中心選手だったメスとエジルをアーセナルに、さらには翌年、デシマに貢献したリマリアや、シャビアロンソーそれぞれ、マンチェスターユナイテッドとイエルンミュンヘンに放出した。これに伴い2014年のワールドカップで活躍を、見せたハメス・ロドリゲスや、トニ・クロースらを獲得、新銀河系軍団を作り上げようとした。2014から15シーズンの無関を受け、 デシマに貢献したカルロ・アンチェロッティを解任しクラブのアイデンティティを知るラファエル・ベニテスを新式館へ就任させた。だが、ベニテスが一部の選手たちからの求心をなくし、その家中で行われた FC バルセロナとのエル・クラシコでは0から4と大敗。その後1ヶ月の間もチームの雰囲気が改善されなかったために2016年の明け早々に行われたメスタージャでのバレンシア戦の後に、 ベニテスを解任。クラブのレジェンドとして、銀河系軍団の司令塔を務めたジネディーヌ次団をカスティージャから昇格させた。その後クラブは、校長を取り戻し、運で島を達成した。2016から17シーズンでは、クラブの未来を考え、その象徴として据えるべく、マルコア選手をエスパニオールから復帰させた。2015から16シーズンのユベントスでの活躍ぶりを見て、 アルバロ・モラタを買い戻した。そのアセンシオの活躍や、ハメスやモラタといった実力者らをベンチに置くことのできる、層の厚さでリーガを5ブリに奪還。チャンピオンズリーグとなってから、史上初の連敗コールでウォデ島といった異様を、成し遂げた。2017年夏には、アトレティコ・マドリーからテオ・エルナンデス、レアル・ベティス・からダニ・セバージョスを獲得。チャンピオンズリーグで13回目の優勝を成し遂げた。 2018年5月31日クラブをチャンピオンズリーグ3連敗と導いたジダンが退任を発表した。6月12日当時スペイン代表監督だったロペテギが W 背後に監督に着任することを発表した。優れた経営手腕でクラブに多額の利益をもたらし続け、クラブ施設の近代化を推し進める一方で、 第一次政権時からその強権ぶりも知られており、数多くのタイトルを獲得しても自身に意味そわな、人物であったり、無関であったりすると監督を解任、解任した監督は12年間で、延べ8人に上っている。また、選手の起用に関してのペレスの現場介入に関しては、後に、マヌエル・ペレグリーニや、ラファエル・ベニテス、カルロ・アンチェロッティが批判するなど、功績と同時に批判も多い。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。